エネルギーナビゲーター大畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング。今日は5月の2日から8日までの1週間のオラクルカードリーディングをお届けします。はい、皆さんこんにちは。大畑晴美です。1週間お休みいただきましたけど、お元気でしたでしょうか？日本は今ゴールデンウィークの真っ盛りですけどね。やっぱり自宅ステイホームでなかなか旅行とかもできないかもしれませんね。こちらも相変わらず、ロックダウンで、私もずっと家にいますけど、日本も暖かくなってきたみたいですけど、こちらも本当暖かくなって、今もうお庭にたくさんお花が咲いてすごく幸せなんですけど、早くね、またビーチに行けるといいんですけど、カリフォルニアビーチも封鎖になっちゃって、なんかいろいろ、やっぱり随分欲求不満が溜まってきてる人がいるみたいですね。さあ、5月に入りました。本当に5月は大きくエネルギーシフトします。特に今週は大きなイベントがありますね。NG ナビでもお伝えしたと思いますけれども、5日こどもの日に、ノード軸がトゥルーノードですね、本当のノードの今の軸がですね、今までの蟹座、ヤギ座から双子座がノースノードで、射手座がサウスノードになります。で、まあ、ノードは何かっていうことはですね、下の、公式 LINE ですね、星込みジャパン .com の公式 LINE の方に、お友達申請してくださった皆さんには、知りたい方だけね、ノードのことについて、ノードって何かっていうのだけはちょっと解説しています。まあ、ノード軸の読み方になるとものすごい時間がかかるし、まあ、ちょっと無料ではそれ以上出せないんですけど、双子座に入るということは、双子座がとても大きなテーマになってきますね。で、7日が満月です。で、そうですね、4日ぐらいにね、まずね、金星と、海王星がスクエアを取ってきますから、この今、金星がね、双子座にいるんですけど、19度ぐらいですね。で、もう21度何分ぐらいで逆行していきます。で、来週からね、もう逆行祭りになりますから、今週はもう逆行が始まる前って、結構そういうエネルギーが、金星にしてもね、最初に逆行を始めるのは土星なんですけど、土星も金星も今ほとんど動かない状態ですよね。で、私たちが前に進んで、今度方向を変える時って、一回グッと止まって、で、そこで力がグーッとかかって、それで方向を変えてきますから、ですからやっぱりいろんな意味で、そのエネルギーが、その天体の持つエネルギーがインテンシファイ、すごく強調されてくるので、その辺すごく意識していった方がいいです。そういう意味で今週はとても激しいエネルギーでもあるんですけど、なんていうのかな、やっぱり逆行が始まってくると、私たちがもう一度内側を見返るようなエネルギーになってきますから、このね、4月30日で、マーリー先生の、早割価格とかね、特割価格ですよね。それから、まあ、優待受講料なんかの受付は締め切りましたけど、たくさんの皆さんが、登録してくださってありがとうございます。で、ミラクル会員の皆さんはね、たくさんの方が入門コースもね、申し込んでくださったりね、やっぱりね、今ね、この学ぶということが本当大事だなって思います。ちょっとね、金星の、新金星のお話をね、ミラクル会員の皆さんにはお話ししてるんですけど、この間のちょっと動画の準備の時に、新金星のチャートを出すのを忘れちゃってたので、ちょっと追加でね、またちょっと解説の動画作ろうかなと思ってるんですけど、まだ私がね、まだ毎日ね、訓練中なんですね。だから、ちょっとバタバタしてますけれども、近々、とっても大事なお話ししたいと思います。前受けなくなると大変なんで、ちょっと先に進みましょうね。今週はまた、同じようにですね、ディバインガイダンスのオラクルカードからシンクロニックスピードスプレッドで読んで、2枚引きは、あ、ごめん、3枚引きはリターンオブスピリットと、ミラクルスナオにしますね、また。で、クリスタルボールを皆さん本当に喜んでくださって、本当嬉しいです。録音のね、機材が良くないので、音は良くないんですけど、でも本当にボリュームを下げて、ぜひ Bluetooth で聞いてくださいね。本当に体がね、休まります。だからやっぱクリスタルボールの、いや、うん、あのがすごいんですね。本当にすごいなと思うので、やっぱりこの今度のさそり座の満月はね、
そういう意味で逆光の前の天体がいっぱい出てくるから感情がすごく出てきますけど、今宇宙もですね、本当に素敵なメッセージをくれてます。はい、で早速ね、まず、スピリチュアルレベルは素敵なカード出てました。実はね、先週もね、オラクルだけ引いたんですよ。でもやっぱりちょっと忙しくて、オラクルカードの動画を作って配信するだけの余裕なかったんですね。毎日毎日何時間も先生と周り先生の授業があったり、日本の講座もあって夜中の3時ぐらいまで講座があったりとかね、ずっと私も学び続けてますからね。で、先週もでもこれ出てきたんですね。これ32番なんですけど、ネクターオブライフというカードです。とても素敵なね、なんか蜂蜜みたいなネクターですからね、ライフのネクターでしょ。これ出てきてるって時はもうよくやったね、さあもうライフのネクターをあげるよ、受け取りなさいっていうメッセージなんですよね。これ本当に白い綺麗な光が入ってきて、ここなんか多分第三の目かな、なんかそこからいろんなメッセージが降りてくるようなエネルギーですね、これね。で32って、すごくパワフルですよ。3ってまずクリエーションのエネルギーなんですね。非常にクリエイティブなエネルギーなんですけど、2は受け取るエネルギーですね。で、2と3が一緒になると、3と2が一緒になると5で本当に変容していけるエネルギーなんですけど、先週もこれ出てたので、やっぱりね、激しかったじゃないですか、3月、4月とね。でも、パンデミックもあるして、もう本当にね、その場、その時、その時を精一杯生きるしかないんですけど、でもたくさんの皆さんがこの牡牛座の新月で、学ぼうと、何か新しいね、意思を決めてコンシャスネスアストロージーを学び始めた皆さん、入門コースとか取ってくださってる方はもう、お金を払ったらですね、10回払いであっても1回払ってくれたら全部の教材がいきますから、たくさん今も学び始めてらっしゃると思うんですけど、本当に今今年このタイミングで学び始めるっていうのは、本当ノードも双子座に入ってきてね、で金星も双子座で、新金星になるんですね。でそこのことは今度の動画で解説しますけど、ミラクル会の皆さんには。それからまあその後ね、LINE に登録してくださった皆さんにはちょっと公開してもいいかなと思ってるんですけど、まあちょっとそこは置いといて、これからね、本当に風の時代に入っていくんですよね。土星と木星が、この今ね、土星が水瓶座に入ってますけど、もう2度のちょっと手前ですね。で来週からまた逆行してまたヤギ座に戻ってくるんですよ。だからまたこのヤギ座のところをもう一回見返るタイミングもらって、暮れの冬至の日にね、今度は木星と土星が一緒になって水瓶座のゼロ度で5になるんですね。で新しいサイクルになる。で、このアスペクトのところは先生の今度の講座でしっかり学んでいただきたいんですけど、この間の4月1日のフリーウェブナーでも先生おっしゃってたでしょ。それから私もたくさんのエネルギーナビとか、それから、有料のエネルギーナビでもずっと申し上げてましたけど、土星と木星っていうのは20年に1回重なるんですけど、200年間ずっと同じサイン、同じエレメントにいるんですね。今までずっと地のサインだったんですよ。で1回だけ、1980年の時だけ一度、天秤座で5になってるんですけど、それはまあ逆行してその1回あるんですね。でまた牡牛座かなんかで2000年に5になって、今回2020年でいよいよ水瓶座に入っていって、これからずっと200年間水瓶座なんですよ、ね。だから前回は800年前に風のサインになって、そして200年間あって、最後は600年ぐらい前なんですね。で、その頃何があったかっていうのを歴史で紐解くとすごく面白いんですけど、今日はもう言いませんけど、本当にね、まず価値が変わってきます。で、今までの地のサインっていうのは、まあ、牡牛座とか乙女座とか山羊座ですけど、やっぱ物なんですね、物質なんですよね。だから価値というものがね、その具体的なものを所有するっていうことに大きな価値があったんですね。でもこれから風のサインっていうのは知性ですから、だからもう今このパンデミックになってね、本当に物を持っていてもしょうがないっていうか、それよりももっと大切なことはいろんな情報だとかコミュニケーションだとか、これから学んでいくこととか、もっと軽やかに物を持つことが、なんていうの、車もね、今ね、
もう自動運転化されてくるようになってきたらね、もう車がを持つということがなんかステータスシンボルのような車じゃなくなってくるでしょ。今もう本当に車を持たなくても自動的にこうウーバーもあるし、ウーバーだけじゃなくてそう自動運転で駐車場もいらなくなってくる。で今このパンデミックのせいで、通勤していけなくなったためにこういうオンラインとかテレワークっていう感じでもう何て言うかな、時間と空間に縛られないで、つながっていけるような、いかにつながってコミュニケーションしていくかって情報の方にすごく行ってますよね。で、これからはそこに価値があるんですよ。だからやっぱりこの双子座のノースノードがまた来てるということ、そして金星がまた双子座で新金星のサイクルになってね、今金星が双子座にいて、で水星がまだ牡牛座にいるので、これミュータブルレセプションなんですね。だから今本当にこの金星と水星がダンスしながらね、金星って価値を表すでしょ、ね、自分のリソースを表すんですよね、双子座で。あ、ごめん、牡牛座の金星は。それからリレーションシップの天秤座もありますから、この辺動画でちゃんとお話しますけど、だからちょっと話がまたついアストロジーのに行っちゃうんですけど、このネクターブライフね、本当にね、このタイミングでこの間の牡牛座の新月で私はこれを学ぶってたくさんの方が決めていかれたこと、これはね本当に素晴らしい決断だと思うんですよ。私は本当にね、私の売り上げを伸ばしたくて言ってるんじゃないんです。本当に今学ぶことがすごく大事だと思うからみんなに一生懸命伝えてきたんですね。もう4年前から私とつながってくださってる皆さんはもうずっと前から2020年の前と後では全く違う世界になるよってことは言い続けてきましたね。で、本当に今誰もが言ってるじゃないですか。もう前の時代、前には戻れないよって。本当にそうなんです。だから変わっていけるいいチャンスなんです。だから自分の本当のハートの声を聞く、自分の魂の設計図をよの声を聞ける、そういう深いアストロジーね、深いコンシャスネスアストロジーを学べば、これ一生もの知識になるし、一生ものの宝だし、それが皆さんのリソースになるし、それが皆さんの資産になるんですよ。だから本当にいつも学びたいと思ったらその時がチャンスですけど、今じゃなくても後でもいいですけど、でもどうせ学ぶんだったら本当に学びたいと思ってたら今やらないでいつやるのってタイミングなんですね。で、これね、このハードが出てきたってことは、まあ、本当にずっと、まあ、いつ私とご縁ができたかわからないんですけど、まあ、この星読みつれづれ草につながってくださってる皆さんはやっぱりこんな長い動画を聞いてくださるっていうのは興味があって、やっぱり自分とよく向き合いたいなと思ってるから来て、で、いろんなワークを一緒にしてくださってますね。ミラクル会員の皆さんも本当にいろんなワークしたでしょ。だから随分随分自分の努力というかね、自分と向き合うことで今エネルギー本当に今シフトして、この水星も牡牛座で、そして金星もね双子座で、本当軽やかになりましたね。だからぜひですね、ゆったりとこの今週はこれを喜び、宇宙はねよくやったねと。今ね、本当にエネルギーがものすごくこう宇宙からたくさん注がれてるので、少しスローダウンして、もう今までよく頑張ったんだから少しゆっくり休みなさい、ライフのネクターを味わいなさい、ちょうどゴールデンウィークですよね。私ももうお家でね、お花がたくさん今ね、エンジェルトランペットもね、毎日毎日こう大きくなってきて、また月下美人のちっちゃなつぼみもついてきて、本当に幸せなんですけど、そういう時を楽しみましょう。ね。で、とにかく、今は自分の夢を一生懸命育んでですね、あ、こんな風に、このパンデミックが終わって落ち着いたら絶対にこんな風に生きてみようって、そこにフォーカスして、不安じゃなくて、で、今を精一杯、特にもう勉強始めた方は、ぜひ楽しんで勉強してくださいね。うん、で、毛利先生の、オンラインのクラスは5月21日から始まりますから、でも、中級のクラスは、もう、今週ね、最後のクラスがあって終わりになりますからね。で、よくですね、自分で学んだことを消化してですね、で、6月の21日から今度はしっかりとチャートを読む練習ができるような、新しい、
学習継続をできるようなシステムを作ってね、勉強会を定期的にできるようにしようと思ってますから、ぜひぜひその間に今ね、よく頑張ったなって、ぜひ自分にご褒美をあげましょう。ね、私は自分のご褒美に、なんていうんだろう、リーダーっていうんですか、素敵なことをね、お友達が持ってらして、そのお友達が作ってくださった方に、私に自分にプレゼントしたいので、コットを作ってくださいって今お願いしてます。で、日本にいつ帰れるかわからないのでね、まだロックダウンしてるから。でも、早く、それが欲しいなと。そしてクリスタルボールがもう楽しくて楽しくてしょうがないので、クリスタルボールと、もう、アストロジーと、とにかく、もう、全部で本当に自分が好きだな、やりたいなって思うことしかしないで、いけるなんて最高で、本当に4年前に勇気を出して、自分のハートの声に従って生き始めてよかったなと思います。で、本当に今、可用性がね、私たちを本当に導いてくれてますから、もう先が見えなくても、そっちへ流れがちゃんとね、流れがついてるんだったら、本当に心の底からやってみたいと思うことをぜひ始めてください。ぜひ学んでください。別にね、本当、コンシャスネスソロじゃなくてもいいんですよ。本当に前からね、やりたかった。なんか、これをしたら資格が取れて安定するからとかって言うんじゃなくて、本当にやってみたいなと思うことを、絶対に始めましょうね、今ね。それが大事。まだ、ね、金、あの、濃度が新しくなるっていうのはいいタイミングだしね。まあ、逆行もしちゃいますけど、まあ、本当にすごくいいタイミングだと思いますよ、まだ。ね、で、次ね、具現化するレベルのところで、2番で、すごい素敵なカードでしょ、イルミネートが出てきたんですけど、これ出てきた私びっくりしちゃいましたね。これ、五芒星じゃないですか。ね、これ、金星のパターンなんですよ。金星が、実は新金星と、もう一つの外合の時に、こういうふうにですね、綺麗にですね、五芒星を作っていくんですね、こうやって。だから、今度の、新金星っていうのは、金星と太陽が重なる合になる時なんですけど、逆行してる時は、金星と太陽の新しいサイクルなんですね。で、太陽って自分の、これも動画でお話しますけど、自分の自我の一番表現したいことですよね。根性、私はこれをやりたいんだって自分を表現するのが太陽ですから。で、金星は自分の価値を表すんですよ。だから、それとか自分のリソース、それが新しいサイクルになる。だから、この金星が新金星になるタイミングで、にこう何かを始めていくということもとても素晴らしいことになりますから、まだね、ちょっと迷ってらっしゃる方はね、ぜひ何か新しいことを学ぶっていうこと、本当に大事です。とにかくこれからはいかに知性とか自分の情報を持っているか、どういうことを自分が身につけて、こう目の前にある現実の資産をね、意識をこういかに進化させられるかっていうところにフォーカスして生きていくようになると、恐れじゃなくてね、本当に導かれて、こうイルミネートなんで、皆さんのハートの中からふわーっと綺麗な光が出てきてるんですよね。で、これ金星の、本当もう金星そのものですよ、これ。で、2っていうのはやっぱり第2ハウスの牡牛座だし、それから自分の自己価値とか自分を愛することだし、受け取るとこですよね。なんかぴったりね、この本当にね、毎回オラクルカードを真剣に取って下ろすといつもすごいんですけど、もうこれは皆さんがそうやって自分の本当にやりたいことを始める時にね、もうハートから輝き出す星になるんですね。で、もう本当に世界を一人一人が輝いて、その光で世界をこうイルミネート、もう輝かせるために私たち生まれてきてますからね。だから、なんていうのかな、今、とっても大事。これが来てるってことはね、自分に許しましょうと。ね、もう、本当に、ついマインドが、ああだこうだって言ってしまうけれども、そうじゃなくて、本当にハートの声で聞いて生きてくる時が来たねっていう感じのカードが来てますね。で、もう一つね、これ、周りが全部こう、綺麗な虹色の光が出てるんですけど、この辺、紫とかブルーじゃないですか。これってやっぱ知性なんですよね。第三チャクラとかね。
喉のチャクラとかね、第7チャクラとかね。だからやっぱり本当に学んでいく、自分のなんていうの、本当に意識を上げていくための、いかに意識を高くしていくかというための学びをすること、それがすごくね大切な時だと思います。それをすればするほど、来年に入ってからこのパンデミックがいつ落ち着くか分かりませんけど、まだしばらく続くと思いますよ。双子座というのは呼吸器も表すんですね。手足もそうだけど、今私メディカルアストロジーをぴったりびばっちりで学びましたからね、2回目のクラスですから。で、私もいろいろちょっと調べてるんですけど、調べ出すとね、そっちが楽しくてね、やっぱり私はね、アカデミックにこう研究する方が好きなんですよね、ほんとね。だから例えばね、スペイン風邪が起こった時も能動軸が双子座と射手座なんですよね。だからやっぱり今双子座で、ハイジアも双子座にまだいますから、どうしてもこういう肺炎のようなものが流行りやすいですね。だからで、空気ですから風に乗ってどん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 伝わり、伝染しやすくなるんですね。だから本当にやっぱりしっかりと、気をつけてくださいね。私も本当に私のハイジアが私のサウスノードのにぴったり重なってたんで、この1ヶ月ぐらいものすごく注意してました。やっぱりそうやってね、チャートを読めると、今気をつけた方がいいなっていうようなことはよくわかるので、そういう意味でもね、やっぱりアストロジーはそういう予防医学みたいなことでもすごく使えますから、本当にパワフルだなってまた改めて感じてます。さあ、感情レベルはね2枚出てきたんですけど、まずすごいカード、ほらこれ31番で、これはですね、アウェイクニングとカードなんですね。もう第3の目がパッと開いた感じですね。だからやっぱりね、これ感情レベルで、もう今度のさそり座が、今度は満月が来るし、だからぜひね、クリスタルボールで何度も何度も聞いてですね、私も寝る時にいつもね、星込みサウンドヒーリングに行くとプレイリストがありますから、全部まだ4個しか動画上げてませんけど、プレイリストの全部4個入れてますので、それを選んでいただいて、それを押すとですね、ずっと連続してかかりますから、寝る時にすごい弱い音にして、それ寝てると自然に眠っちゃいますし、もう瞑想もバッチリですね。本当に自分でも生の演奏はもっとすごいんですけど、自分で弾いた音ですけど、やっぱりクリスタルボールがすごいんですね。で、本当に祈って弾くと、そのボールがね、その音を出してくれるんですね。こういう方がいるので、こういうのを癒してくださいとか、ちゃんと意図をちゃんとセットしていつも演奏してるんですけど、すごいなと思います。もうびっくり、自分でもびっくりしてます。で、本当にみんながね、喜んでくれたんでよかったなと思って、これからもうちょっと、今度ね、ちょっと携帯屋さんが今度やっとね、オープンっていうか、営業を始めましたよって連絡入ったんで、ちょっと携帯を新しい iPhone にしてこようかなとかね、今ちょっといろいろ考えてるんですけど、まだちょっと今月はね、トレーニングが待って忙しいんですよね。それが終わると、周り先生の授業始まっちゃうしね。もう本当に忙しいけど、楽しいですね。もう本当に、本当に幸せですね。みんなも本当にね、いろいろ制限があるけど、でも、絶対もっと良くなるための、今自分と向き合う時間ですから、本当に大切にこの時を過ごしましょう。ね、だらだらとテレビとか見ないで、ぜひですね、何か本当に自分がやりたいなと思ってたことに時間を費やしてみましょう。お庭とかがある方だったら、ぜひね、土をいじって自分で何か植えるとかね、それもいいと思いますよ。私も毎日今、お庭の手入れを少しずつしています。で、もうアウェイクニングですから言うことないですね。もう意識が広がってくるんだと思うんですけど、感情レベルなんで、やっぱりね、さそり座の新月、満月で、もうちょっと最後手放さなきゃ、手放しておきたいものが今手放せる時なんじゃないかな。ものすごいパワフルなカードですからね。だからもう今ね、ものすごくこうチューニングをすると直感力がどん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 湧いてきます。だから
自分の感情的に、私こういうことを本当したかったんだなとか、あ、これはそうなんだなっていう直感をすごく感じ取って、感情の癒しが起こるような時なんじゃないかなと思いますね。皆さんがそういうふうになることで、周りの人も自然にね、その皆さんの光でね、無意識の潜在意識の中で皆さん輝き出すと、皆さんのその波動が周りの人も、あ、そうだよねっていうふうな波動になっていくんですね。で、また22が出てきたんですよ。これ前も何回も出てきましたね。で、これ22ってすごいマニフェストのナンバーで、ザ・グリッドですね。だから本当に今ね、金星と海王星もスクエアでいろんなイマジネーションが出てきますから、で、金星も、いよいよ新金星が、もうすぐ、6月かな、3日ぐらいなんですけど、逆行が始まってから、13度まで戻りますからね、すごく大切な時ですから、大きく夢を描いた方がいいです。そうすると、そのグリッドが来た時っていうのは、もう私たちの3次元ではない、もっと先の次元のドアが開いてる感じなんですよね。そこにスッと入っていって、何かミラクルのようなことが本当に起こりやすい、マニフェストするエネルギーなんで、特に感情レベルで感情のリリースができた時に、ネクタンをね、受け取ってね、で、最後すごいカード来てるので、もう今週は本当に大事な、また1週間です。もう毎週大切だよって言いますけど、もちろんそうなんですよね。今が一番大切なんで。でも今週は本当に、5月に入ってからエネルギーがシフトしてきて、今週要になりますね。満月が来て、で、今度逆行が始まって、いろんなまた最後の生み出しをして、双子座の新月は、23日ですね。だからここまでの間に、また結構いろんなイベントがありますから、今度は新月の、ご案内を、満月が終わったらね、今週、来週末ぐらいには、皆さんに提供しようと思ってます。さあ、最後に、感情レ、あの、マインドレベル、マインドレベルのね、4枚も出てきて、またパワフルですよ。1つ目が、これも先週、前も出ていましたね、17番で、エンパワーメントだったかな、これ確か。やっぱりすごく、エンパワーメントでもう、いろんな、前に行きなさいっていうエネルギーが今どんどん降りてますよね。でも逆位置だったから、もう1枚引いたらエンジェリックビーングですよ、これ。エンジェルさん1番だから、私は本当にガイドが今たくさんのエンジェルがね、私たちを導いてますから、たくさんの方が導かれてるなーっていうのを感じてると思います。私なんかもうちょっとね、オラクル引いてもそうなんですけど、もう祈ってもですね、すごい光が降りてくるので、確かにもう次元が上昇してるなーっていうのが感じられます。だから毎日クリスタルボールで瞑想したりとか、その時間を呼吸をね、するとか、ヨガをするとか、そういうこと本当に大事なんで、それをするともっともっとその辺がはっきりとですね、自分が直感力が、あ、これが正しいっていうのがなんとなくもうパッとくるんですね。で、本当にやりたいなって思ったことをやってみましょう。で、マインドレベルでこうエンジェリックとか出てるのは、多分マインドで迷いが出てきた時に、どうかなって祈るとスッとこれだよっていうのを多分教えてくれるんだろうなと、導いてくれるんだろうなと思います。そしてもう1枚、20番がこれ、ディヴァインフェミニン。前に出たことありますけど、綺麗なカードですよね。やっぱりフェミニンなんで、受け取ること大事ですね。5月は牡牛座だしね、本当自分の空間でガイアのエネルギーで、ガイアが、宇宙がくれてるもの、ガイアが育んでくれたお花とかをめでてね、金星をめでてね、金星も本当綺麗ですからね。で、ぜひぜひ、しっかりと、感謝をしてね、受け取り上手になりましょう。サポートたくさん来てますから。で、最後ね、18番、これも前回出てましたね。これは何だっけな。ウィズダムガイドですね、確か。だから、そうすることで、ウィズダムですから、これ知恵なんですよね。だから、こういろんなお話しましたけど、こう本当にガイアのネクターをもらって、今ちょっとゆっくりすることです。楽しいなと思うことをやって、もうしなきゃ、こうしなきゃじゃなくて、で、満月の前なんで、ちょっとね、お掃除するのもいいと思いますよ。私も本当お掃除してすんごいすっきりしましたから、で、まあ、グリッドで、なんかアウェイクニングが来て、で、ここでね、こういろんな作業をするとですね、
ここでですね、新しいインフォメーションやティーチングを今したらいいよっていうふうにこのウィズダムガイドが言ってるんですね。助けてくれるとね。なんかあなたがコースを取ろうとか、まあ、学校に戻ろうとか、なんか新しいスキルとかクラフトを学ぼうっていうんだったら、もうね、それは絶対に新しいインフォメーションをもっともっと簡単にね、学べるから今やりなさいと。ね、それからこのガイドが来てるってことは、新しい視点っていうかな、視座を持つことができる。そしてもっともっと直感的なチャンネルができてですね、皆さんの知識がですね、知恵に変わっていく。本当に頭でただ理解していたことが感情とか全ての中で統合されてくると知恵に変わってきますからね。で、最後に6番。6番はアストロジーのハウスで言えば乙女座のハウスだし、タロットで言うとラバーのカードですよね。ですごくパワフルなカードでしょ、これ。ね、これもちょっと色似てますけど、これはどっちかっていうとこうネクタイ色で、これはガーッと前に出てくるような、こうソーラープレクサスから前にガーッと出てくるような綺麗なエネルギーですけど、これね、アドバンスメントっていうカードなんです。前進していくんです。もう宇宙からのエネルギーがこう第7チャクラからダーッと入ってきて、なんか本当パワフルじゃないですか、これ。だから今週は満月を超えてですね、まあ多分逆行前に、いろんなものを逆行してくる前に、よしって言ってですね、皆さんが種をまいてったことがですね、満月でいらない不安なんかも感情をリリースすることで大きく前進していける、すごくいいタイミングなんだろうなと思います。これね、物質的な世界を変えていける時なんですね。本当に大きな決断をすることがすごく大事です。ね、で、皆さんが今決めたことっていうのは、絶対正しい選択してるって信頼しましょう。ね、本当に自分の正直であること、自分のハートにしっかりとハートの声を聞いて、ハートが本当にやりたいワクワクすることを選んだ時は、もう必ず導かれます。それがハートが何か言っても、あ、でも時間がないしとか、お金がないしとか、もうこれ今お金あるけど、でももし仕事がこの後ダメになったらどうなっちゃうんだろうとかっていうふうに、どうしても見えない先の不安の方に行ってしまうと、そこでマインドがガーって言ってくるので、ここら辺が全部逆位置だったんですね。それをこう意識しましょうね。もう本当にエンパワーメントされてる今、宇宙が背中をいっぱい押してくれてます。17ってすごいマニフェステーションのカードですし、これスターのカードですからね、1番目ですよ。ね、タロットで言ったらマジシャンのカードですよね。で、もう本当にガイドは、エンジェルは守ってくれてますから、それを受け取りましょう。受け取ってですね、ウィズダムに変えていくときですから、やっぱりね、オラクルカードを見ても学ぶことが大事だなってすごく思うんですよね。ぜひぜひ、今、この時をだらだらと過ごさないで、自分が本当に学びたい、やってみたいと思うことをぜひ学んでください。ね、自分に本当に自己投資をすることが大事。金星はそこがすごく大事です。金星、牡牛座は特に今、牡牛座の5月は牡牛座ですから、ね、自分の価値を高めていくって、自分を愛していくためのリソースを育むところですから、本当に今自己投資しないでいいです。自己投資するのっていうタイミングですよ。ね、まだ迷ってる人はぜひ自己投資をしましょう。そしてデッキの裏はドラゴンガイドが出てます。これはなんか、自分がやりたいなと思った時にいろいろとやろうとするとですね、ああでもないこうでもない、周りがいろいろ言ってくることあるんですけど、ドラゴンガイドが時々火をわーっと吹いてですね、そういうのやっつけてくれて、あなたが行きたいようにするのをサポートするからねってカードですから、もう本当に宇宙が私たちを、ほらもういいよね、レディだよね、さあ喜びでネクタをしっかり受け取って前に進んでいきなさいという、本当に素敵なカードが出てきました。だから、嬉しいですね。はい、ゴールデンウィークしっかり楽しんでくださいね。はい、それじゃあ3枚引きしましょう。はい。はい、それでは皆さんね、両手をね、ハートのところにちょっと合わせて、肘をちょっと天使さんの羽みたいにしてですね、あらららら、わーっと、たくさん、どうしてしまった。
はいはい。それでは、ちょっと目をつむって A と B と C カードを選んでください。はい、じゃあ引きます。 OK です。はい、いいね。はい、C です。はい、ミラクルなお。B は2枚出てきました。はい、C です。はい、今日私は C でしたね。さあ、じゃあ A からいきましょう。A は、あ、セレスティア。これは綺麗なカードですね。癒しも起こるし、もう天の存在が皆さんを思え、これですよ、本当。もうね、A のカード引かれた方は、もう自分はちゃんと、ま、守られて、導かれてるって信じましょうね。で、本当に今大きな癒しと大きな愛で包まれてますから、もうハートを大きく広げてね、楽しみましょう、今週はね。さあ、ミラクルな、まあ、これも綺麗なピンクですよ、ほら。I welcome abundance and I will pay attention to the guidance I receive. 私はアバンダンスをウェルカムします。ね、喜んで招き入れて、そして私が受け取るガイダンスを注意深く、注意を払っていきますよと。うん、なんかね、今週は絵の引かれた方は、なんかこの、しっかり瞑想とかするとね、うん、あとは自然とかそういう喜びの中でいろんなメッセージを受け取るんじゃないかな、うん、たくさんこう導かれたことでふっとひらめいたことはぜひですね、あのマインドでごちゃごちゃ言わずにやってみることをお勧めしますね、うん、素晴らしい絵の方、素敵ですよこれ。なんか本当になんかあったかいエネルギーで、あー来ますね、本当ね、あのアバンダンスですからね、たくさんの豊かさが来ると思いますよ。さあ B のエネルギー、B は、あ、これですよ、これ、ほら。ね、knowledge。この B 引かれた方は、もうしっかり学びましょうね。なんか、これはね、たくさんのダウンロードが来るエネルギーですから、しっかりと、今週は、こう、メッセージを受け取ること、学ぶこと、知ること、すごく大事ですね。で、2枚出てきたんですけど、I make time to recharge my battery. The world needs my energy.エネジックライト。だから私は自分のバッテリーをリチャージしますと。時間する時間を使います。だから今、本当ゴールデンウィークだから、ゆっくりと休みましょう。ね。チャージをすること大事です。で、チャージしないと自分の、ね、エネルギーのライトが光が出てきませんからね。まず、ゆっくり今週は休む。そして、いろんなメッセージを受け取れますから。そして、もう一枚。My spreading loving energy, I attract more love.自分のね、愛やエネルギーをこう周りに広まえていくことでね、もっともっと私はラブを引きつけるんですよ。アトラクト。あ、素敵だなと思って見せられてくるんですね。引き寄せるんじゃないです。引き寄せっていうのはこういう感じですから。そうじゃないんです。引きつけるっていうのはね、だから、引き寄せの法則って本当にひどい日本語の語訳ですよ。あれは Law of Attraction っていう英語を訳してるんです。あれはアトラクトっていうのは、例えば、わあ、おいしそうとか、わあ、いい匂いって言ってですね、蝶々がこう花の蜜を吸いに来るでしょ、ね、そうやって、花は蝶々を引き寄せようと思ってやってないんですけど、自然にそこにいるだけで、そこに引きつけられてくるんですよ。それがローブアトラクションです。だから引きつけられるんです。皆さんの愛のエネルギー放ってると、そのエネルギーが素敵で、みんながわーって愛がやってくるんですね。まあ、素敵。B の方も素敵ですね。なんか B の方はなんかよ、なんかいろんなことを楽しくやってるうちにいろんな知識がどんどん入ってくる感じですね。アストロジー勉強始めた方は楽しくてしょうがないかもしれないですよ。ぜひ、うん、ゆっくり楽しみながら勉強してくださいね。さあ、C はどうかな？私も C だったんですけど。おー、インテグリティが来ましたね。これはこれとちょっと似てますね。色もね。うん。やっぱり、なんかこれは気高さですからね。もうすべてのものをこうインテグレートしてね。私も本当に今までちょっと最後トレーニングはもうちょっと残ってるんですけど、やっぱり4年間ちょっと頑張ってきてよかったなと、
本当にね、今自分自身もまた次のステージに行くなっていうのをこう受け入れてる感じなんですけど、クリスタルボールをね、やっぱりなんだかんだ言って無意識の中でマインドでダメ出ししてたんですね。シェリーさんの、コンサル受けて、じゃあやってみようと思ってやってみてよかったですよ、すごく。みんなも喜んでくれたし。さあ、これは I release my need to be perfect and I center into my commitment to serve the world more love。 これ今私が言った通りのことですね。この I release my need to be perfect。 パーフェクトじゃいけないっていうニーズを手放しなさいと。クリスタルはね、ボールを本当、録音しても録音してもどうしてもいい音じゃないからって言って、てかまだ、自分の技術もあれ、まだまだ未熟だからって言ってですね、いつまでもやるやるって言ってできてなかったんですよね。だからそれをリリースした途端にですね、And I sent her into my commitment。コミットメントに私はそこに中心軸を持ってくる。To serve the world more love。ね、もっと愛でこう世界にサービスしようと決める。ね、いいですね。私にぴったりのエネルギーですね、これ、メッセージですね。皆さんもどうでしょう。私ね、乙女座がね、何しろ、10ハウスですからね、仕事に関してはね、どうしてもね、まだだへと自分をね、ダメ出しするんですね。だから、昨日ね、新しい受講生の方が、素敵なヒーリングをしてくださる方で、遠隔ヒーリングしますよ先生って言っていただいたんで、昨日していただいたんですね。もうきれいにお掃除して、でオラクルカードの準備をして、いつもなら昨日のうちに引いちゃうんですけど、10時からヒーリングしてくださるっていうので、もう急いでね、シャワー浴びて、でゆったりしたすっごい素敵なヒーリングでね、でその後なんかいろんなメッセージが降りてきたみたいで、後でメッセージいただいて、本当に素敵なメッセージいただいたんですよ。で、その中にやっぱりちょっと私の過去世で自己価値が低かったのだいぶ治ってきてるけど、もうちょっとそこで手放した方がいいのがあるっていうのも出てきましたって、本当そうなのね。私は金星がすごい傷ついてるんで、やっぱりね、1ハウス7ハウスにノード軸があるんです。私1ハウスがノースノードですから。ですから、そこは私、射手座がノースノードで、双子座がサウスノードなんで、今度はリバースノーダルリターンなんですけど、サインとハウスで両方意味がありますからね、ノードを読むときね。で、本当にノードはパワフルですから、マリ先生の、去年の、ジャパンプロジェクトで、月のノードの詳しい、ワークショップをしています、1日かけてね。でもそれだけじゃまだ足りないので、本当、ちょっと濃度すごく大事なんで、後半ね、もしかしたら、濃度の特別なワークショップをしていこうかなとか思ってますけど、まあ、ちょっと話がずれましたけど、1ハウス7ハウスなんで、やっぱりね、こうリレーションシップの中で、金星が冥王星とぴったりスクエアなんですね。だからやっぱり過去世ですごいこう捨てられたりとかね、そういう思いがいっぱいあるんですね。だからそういったもので、なんか自分にすごい自信がなくなっちゃったところがあるので、今生はもう2ハウスに太陽の牡羊座のルーラーの火星もいるんですよね、海ヤギ座で。何言ってるかわからないかもしれないけど、コンシャスエンスアストロジーを勉強してきてる中級クラスぐらいになってくると、私が言ってることが、もう一回聞き直してみて、私のチャートを見てもらえば分かると思います。でもそんなようなことをもうちょっと詳しくしっかり解説してね、チャートを読む練習をいよいよできる仕組みが整いました。前からしてあげたかったんだけど、会員制の仕組みがなかったら、私一人じゃもう事務作業で終われちゃうんですね。一回一回、じゃあ勉強会します、いつ集まってください、はい、じゃあ登録してください、お金払ってくださいって、そういうやり方してたら、とてもできないので、ちゃんと会費をいただいて、で、ちゃんとみんながこうできるような仕組みを作ってですね、それで、それをサポートしてくださる方もいて、やっとできるようになったんですね。もう1年かけてここまで来ることができました。でも本当にそろそろね、本格的にね、あともうあと1、2、3年ですよね。で、しっかりともう星込みジャパン.com からね、素敵なアストロジャーがたくさん皆さんのお手伝いをしてくれる方が出てくるようにね、でも今からワクワクでやってますから、はい、じゃあ、話が
尽きないんですけど、今日はこの辺で終わりにしましょうね。はい、来週は逆行が始まって、新月の後で下弦に入ってきますけど、どうか素敵な季節ですから、お外に行くのも、まあ、3密を避けてね、でも、ぜひ気をつけながらエンジョイしてください。はい、OK、 Thank you so much, you're so much love.